こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。大隅ダイナー前に行きそうです。アドマイヤ菩薩それに続いています。さらにはサンライフ帝王、6番平成シルバー、その後ろ山の成功、後方に控えました。では前の方から。先手を取ったのは大隅ダイナー、内からは平成シルバー、その外からサンライフ帝王、その隣にアドマイヤ菩薩、好位置をキープしています。アブクマポーロ。では前の方から平成シルバー先手を取りました。その後ろからは大隅ダイナー、これに続いてスペクタクル、並んで5番キソジゴールド、セタノキングすぐ後ろ、マルカ一休それに続いています。その外からサンライフ帝王、後ろからの競馬になりました。アブクマポーロ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣に笹の小判、すぐ後ろに橋の太夫、その外からアドマイヤ菩薩、内からはリバーセキトバ、並んで1番スクリーンシアター。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ6番平成シルバー、スペクタクル、ほとんど差がありません。アブクマポーロ B1 です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は大隅ダイナー、サンライフ帝王先頭、2番手はサンライフ帝王、あと 200m 先頭はアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭、2番手はサンライフ帝王、先頭はアブクマポーロ、1着でゴールイン。アブクマポーロ1着、2着はサンライフ帝王、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアブクマポーロ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエイシンワシントン、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はヒシアケボノ、あと 200m エイシンワシントン先頭だ。ヒシアケボノ先頭、河内サタデー、ヒシアケボノ追いすがります。河内サタデー、河内サタデー1着、2着にはどうやらヒシアケボノ。まずは前哨戦を制しました河内サタデー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。
マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の大鳥エンペラー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはスターマン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてスターマン行きました。スターマン競りかけていきました。その外に防衛コスモス、藤山健山、そのうちに続いています。並んで9番ウィンドフィールズ、マイネルブリッジ、そのうちに続いています。その隣にマーブルファンシー、ナイスネイチャー、そのうちに続いています。オフサイドトラップ、後ろから石庭竜王、すぐ後ろ並んで15番桜世界王、キングオブダイヤ、この馬もこのグループ。その外に大鳥エンペラー、並んで14番桜キャンドル、内からは LA ウィン、最後方にマイオジョンヌ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。13番マーブルファンシー、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のオフサイドトラップ、現在馬群の中ほどにつけています。さあ先頭は依然として13番マーブルファンシー、2番手はウィンドフィールズ、堂島無敵、3番手オフサイドトラップ、これはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マーブルファンシー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はバブルガムフェロー、先頭を捉えるか。バブルガムフェロー頑張る。ここで先頭に立ったバブルガムフェロー、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 2頭の叩き合い、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、1着、2着にはどうやらバブルガムフェロー。これが世界の実力だ。オフサイドトラップ、